道の駅発祥の地の石踏み道の駅豊坂は新潟県新潟市北区木崎にある国道7号新新バイパスの道の駅である。豊坂パーキングエリアとも呼ばれる。日本で初めて一般道に設置されたパーキングエリアで施設内に道の駅発祥の地の石踏みがある。当初、北陸自動車道から新潟新新バイパス経由で 柴田、村上方面へ向かう際、新潟黒崎 IC から先には休憩施設がなかったことから、一般国道としては、全国で初めて道路情報ターミナルを備えた PA として、新進バイパス全通を1年後に控えた1988年11月10日、豊坂パーキングエリアの名称でオープンした。オープン当初に完成していたのは、道路情報ターミナル、駐車場、 物産販売コーナーであったが、1990年3月には遊歩道や防災池を備えた公園が開園した。その後1993年、道の駅制度の発足に伴って、道の駅と夜坂として登録された。その際、日本の道の駅発祥の地と認定された。2001年12月に改修され、情報ターミナルの危機更新。 公園のバリアフリー化、休憩施設内の売店、自販機コーナー、軽食コーナーの改修、地元農産物コーナーの新設など、施設の拡充が行われた。また、翌2002年8月1日より、公衆無線 LAN でインターネットに無料接続できるサービスを開始。2013年7月18日でサービスを終了した。売店などは平家駅当初より株式会社。 高口又志郎商店が運営を行ってきたが、2014年4月1日に株式会社まちづくり豊栄坂に譲渡された。ありがとうございます。